北川さん、怖い映画好きなんですか？好きってか、今度これの3がやるん。大丈夫大丈夫。留守電。まあまあ、大して怖くなかったな。この布を古く見せるのどうやったんでしょう。この目はコンタクトですかね。どれもこれも勉強になりますね。